まあ、割とこう腹を割って話せる方だったので、したらやっぱりこのスイング慣れてくるとやっぱね熱い当たりでラリーができるんですよっていうので、やっぱりラリーしていく中でもこうちょっとねですよ。なので心の制約と時間の制約ってあった時に、時間の制約に対して一生懸命こうアレンジできる人は OK です。で、心の制約があって気分にムラがある人、ある時はバッてやって、ある時はこうやらないとかね、なるのはちょっと厳しいかなと、個人的にですけどもね、思います。やっぱりどのフィールドね、プロのレベルから、ね、初心者で、ちょっとこう一般のねサークルとか、ね、そういうところでこうちょっと上手になっていく、どこにしろその人のなんか予定調和的な、慣れ合い的な、やらせ的なラリーになって、なんか出たらダメだって雰囲気作るっていうのは僕はすごい嫌で、なのでだからどんどん甘いボールは出ていいと思うし、実際にその試合を想定したようにしていかないとやっぱり、ダメだと思いますので、そこら辺のことは結構気をつけてから、なんかちょっとあの人ちょっとなんかちょっと上手だし、なんかね、なんか空気読めない感じで、テニス上達のために心がけていきたい3つのこと。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。ちょこっとですね、あるリアルでお客様たちと、何名かお話しさせていただいてた時に、あ、やっぱりこういう人上手くなっていく方なんだなっていう時にお話しした内容で、僕が、返した上達、これはもうどのレベルの方もそうです。初心者から始めて初級、初中級、中級、中上級、上級、さらに上ってなった時にでも、あ、なるほどなって思って僕はお話しさせてあげた話、したいと思います。よろしければ高評価ボタンのチャンネル登録ですね、お願いいたします。やっぱりこうみんな誰しもそれぞれの上達したいっていう考え方があって、でそれぞれ上達したいっていう考えはあるんだけども、取り組み方としてそれぞれ差がありますよね。でもちろんこの個人差っていうのはいいと思うんですよ。ただ心の制約なのか時間の制約なのかによっては僕は変わってくると思うんですね。で、心の制約、あ、今日気が向かないからとか、今日なんとかだからっていうのはもう基本的にはやっぱり上達したとしてもその人のマックス値では上達しないと思うんですよ。で時間的制約があった場合、やっぱりね、趣味でやってる分ね、選手でやっててももちろん可能性がね、いろいろあったりするから、やっぱり学問もしないとダメだとか、で手に職作れとかいろいろあるじゃないですか。時間的制約がある人であればうまくこう、なんだっていうかな、取り組みをしていくことでやっぱり最大限発揮できると思うんですよ。なので心の制約と時間の制約ってあった時に、時間の制約に対して一生懸命こうアレンジできる人は OK です。で心の制約があって気分にムラがある人、ある時はバッてやって、ある時はこうやらないとかね、なるのはちょっと厳しいかなと、個人的にですけどもね、思います。やっぱりどのフィールドね、プロのレベルから、ね、初心者で、ちょっとこう一般のねサークルとか、ね、そういうところでこうちょっと上手になっていく、どこにしろその人の何だかな、なりたいそのフィールドと違ってくると思うんですけど、やっぱね、今回お話する内容をうまくこうね、心がけていただくと、実際に上手な方を見てても、あ、多分そうだろうなってっていう話をしてても、このベクトルが、ここに向いてるなっていうので、お話しさせていただきたいと思います。ちょっと冒頭長くなりましたが、一つ目はやっぱりテニスってラリーのスポーツなんですね。やっぱりこうラリーのスポーツで、からボールが続かないと意味がない、続いてる中で展開していくっていうのが大事になってくる。もちろん僕は球の質を高めるために速いボール、強いボール、打つことは、大事だと思います。細かい定義はですね、いろんな動画を見ていただいて、理解していただければと思うんですけども、やっぱり、しっかりとラリーをつなげる意識があるかどうかっていうのは大事だと思います。で、かといってこれはあるお客さんと話した時に、あ、この方すごくこう意識高いんだなっていう、要は
ラリーをしていてもポンとかチョンとかいうラリーをするわけではないんですよ。しっかりとこうスイングをしてくれる。でこれ結構大事なんですよ。ラリー続けてくださいねって、まあ、スクールのカリキュラム的にもいろいろあったりするんでね、一概に受け手側が、悪いとかいいとかいうわけではないんですけども、やっぱりラケット面をこうポンポンってやっていく。でその先の説明があれば、まあ、ある程度うまくねこう回っていくと思うんですけど、その先の説明がない時もある。なのでラリーのスポーツだっていうのを頭に入れる。でラリーのスポーツだってことを頭に入れて、で、しっかりとしたフォーム、早く振るわけじゃなくてゆっくりでもね、しっかりこう最後までスイングするとか、ね、スイングを止めずにこうしっかりラリーするってやっぱ大事になってくる。でやっぱりスピンの方が、スピン気味ね、下から前に振っていく方がいいです。全部スライスで何かあって逃げちゃうとやっぱり上達しない。まあ、2つ例があってお話を差し上げたいと思うんですけども、まあ一つはやっぱり片手バックの方がいらっしゃってて、でまあ初心者から始められた方でご一緒してて、でなんかスライス教えてほしいんだけどみたいなこと言われて、でもスライスの方が楽になっちゃうんですね。やっぱ上から重力に力がかかるから、なんかあってスライスで切っちゃうと結局伸びなくて、いやそのまま振っといた方がいいですよっつって、こうこうこうでって、まあ、割とこう腹を割って話せる方だったので、でしたらやっぱりこのスイングな慣れてくるとやっぱね熱い当たりでラリーができるんですよっていうので、やっぱりラリーしていく中でもこうちょっとねレベルダウンをしないような意識を持っていってあげるといいんじゃないかなと思います。あともう一個は、これ僕すごい上手な方がいらっしゃってたことがあって、ね、まあ、いらっしゃってる方もいらっしゃるんですけど、例えばねある程度ちょっと意欲が湧いてきたら上手い人と打ちたいじゃないですか。やっぱり見てもサークルでもねね、スクールとかの、まあ、ちょっと上手い人とこうラリーしようかなっていう感じのことを思われる方もちろんね、23年もこっちやってる方もいらっしゃったんですよ。でも本当に上手い人って誰とラリーしても自分のその人に対する自分のペースでしっかりとラリーをされるんですよ。まあ調子いい時もあればそうでない時もねあるじゃないですか。その時とかそういうペースとかも全て踏まえて、その常にラリーをどうやってこの相手していくって考える。かといってポンポンじゃないですよ。ちゃんと入って、ちゃんと動いて、ちゃんとすいませんとか、ありがとうございますとかっていう、ここ結構大事なんです。だからラリーのスポーツだっていうのを考えてる。で2つ目で、まあそっちのお客さん多分ね、まだ初心者から始めて、まあ、ちょっとしか経ってなかったから、まあ1年2年かな、うん、でまあ要はラリーがね、試合なんてまだまだ思っていらっしゃると思うんですけど、ただその時に僕は補足させていただいたのは、もう本当にまっすぐパッて来られたから、自分の中でもとっさに答えたんだけど、でもとっさに答えたってことはやっぱり自分がいつも常日頃考えてると、ラリーももちろん大事ですと。だから2つ目ね、これも、まあ、2つ目とか1つぐらい1つ目ぐらい大事なんですけど、要はポイントの取り方で、安直の取り方で、自分が取れるとか取りたいいいポイントの取り方を考えてラリーをするのもいいですよ。例えば前衛にいるときは、ね、ストレートケアしながら、ね、ペアのボールとか弾道相手見ながら、ここしっかり入ってポイントを取っていくとか、ね、逆に後衛のときとかだと、自分がどういうふうにアレンジをして、ね、どういうボールを打たしたいか打ちたいかっていうのも一つで、もう一個はやはりあれ、なんだったっけ、熱くなりすぎちゃって忘れちゃった、うん、もう一個は、そう、自分のねそのポイントをどうやって取りたいかっていうのを、思い描いていって、それもとラリーをこう並行していくっていうと、やっぱりラリーだけになってくると、例えばですけども、僕はもう本当にレッスン中、まあね、他のコーチも心がけていらっしゃるの、単なるダブルス形式の単なるクロスのなんか予定調和的な、慣れ合い的な、やらせ的なラリーになって、なんか出たらダメだって雰囲気作るっていうのは僕はすごい嫌で、なのでだからどんどん甘いボールは出ていいと思うし、実際にその試合を想定したようにしていかないとやっぱり、ダメだと思いますので、
そこら辺のことは結構気をつけてるから、なんかちょっとあの人ちょっとなんかちょっと上手だし、なんかね、なんか空気読めない感じでライビート入れちゃダメだから、だからそういう雰囲気は絶対作らないです。だって実際にダブルスだから何でもありじゃないですか。例えば初球クロスですよって言って、初球はクロスで初球からストレート打ったらこれはもう NG だけど、そういうのなくてクロスからしっかり展開するっていうのもいいし、ね、結構そこら辺が、かといって技術力の低いポイントの取り方をすると、まあね、青天井にならないから、天井も来ちゃうからある程度ね、もうすぐに、だからそれは良くないとは思うんですけれども、まあまあまあそこら辺のところをやっぱり意識していただくっていうのはとても大事かなと思います。で、最後一つ言うのはやっぱり試合、いやそのさっきのねラリーのポイントもそうですけど、それはまあレッスンだったりね、仲間で練習した時もそうなんですけど、あとはやっぱり試合自体でパフォーマンスが出るためにどうしていくか、でこれやっぱ大事だなってすごく思いますね。なのでただその講師によってはね、ミスしたらいやそこなんでミスするのとか言うじゃないですか。僕あれやっぱ嫌いなんですよ、あの可能性を制限するし、まあ、それはまあ、僕がいろいろと学ばせていただいた、いわゆるそので、指導者のね、いろんな、全国世界5つ裏々 のコーチの方からね、お話をこう聞いて自分の中に落とし込んだんですけど、じゃなくてもうポジティブなプレーだったらどん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 こうプラスに働く。例えば狙ったミスだったら、いやこれ入ったらすごいよねっていう次のステップをこう見据えるためにやっぱ言わない、言ってた方がいいと思うし、言わないとダメだと思うし、逆にそのこじんまりとしすぎちゃうともうやっぱりつまらなくなっちゃうし、で考える力もなくなっちゃうんですよ。強制的にああしろこうしろって言われたから楽ですけど、でもそうしていくともう個性ないじゃないですか。でも全然面白くないし、やっぱ試合自体が楽しいっていう、勝っても負けても楽しいってね、なんいうことをやっぱりこう思えるような環境づくりって大事だと思うし、思えるようになると、いいんじゃないかなと思うので、やっぱシングルスも別に難しい、シングルスのイベントね、なんか満員になりました、ありがとうございます。要は楽しみながらポイント取ろうよっていうところがやっぱ大事だと思う。シングルスやろうかダブルスやろうか、だからそういうその試合に慣れて、その試合で試合だからうまくいかないって、いやもちろん試合だからお互い真剣ね、より真剣だからっていうのはあるけども、それ自体を楽しむね、ああごめん俺ここだったとか、だから僕はもうお客さんとやった時、あすいません僕ここに言っちゃったからここと決めましたねとか、それは別に初級だろうが初中級だろうが中級だろうが上級だろうが楽しめるんですよ。やっぱその試合全体を楽しむ方向性にならないと、試合になったらサーブ入んないなあれだなとかじゃなくて、やっぱりこうポジティブに変えていって取り組んで、で試合の中でこう楽しめるっていうのが大事かな。別に試合出る必要ないと思うんですよ。スクール内の最後のゲームとかでもそれ十分楽しめるし、そこを楽しむっていうのが大事かなと思います。この3つを抑えていくと大きく失敗しないかなって。まあ大人の時はね、まあいろんなねこうメンバーとかいろんな人もいるし、まあ考えますし、まあそれでもやっぱそこは貫くし、まあジュニアに関してはみんながみんな選手になるわけじゃないけど、でも部活でね一番になれたりとか、ね、ちょっと予選勝って本戦入れたら嬉しいとか、ね、それこそ県大都大会とかね、ね、いけたら嬉しいってなるじゃないですか。まあ、そのためにどうしてくるって、やっぱりネガティブな、例えばたとえ0で負けようが1で負けようが、ネガティブなことになくてポジティブに取り組んでいけば、なんかの名言でありましたよね。結局途中でやめなければ、続けていければそれは負けではないっていうね、勝つための布石だっていう、ね、名言がありますが、それと一緒だと思うので、そしたらまあそういったねこの3つを抑えていくのが一番大事で、ある程度ね、ちょこっと中途半端なプライドがついてきちゃうと、あなんかこの人には強いって思いながら、こいつには勝てるだろうって思ったマインドでね、こんなとこわちゃわちゃしてたりって、あの人のこれはこれだねとか言ってる時間があったら、自分のために時間を通した方がいいんじゃないかなと思いますんで、はい、今回ねちょっとねこんな話を熱く語らせていただいたんで、せっかくなんで皆さんにもお伝えしようと思いました。いつもご視聴いただきありがとうございます。また気になるコメントなどございましたらよろしくお願いいたします。